はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。意味不明な時間に動画を投稿してしまい大変申し訳ございません。急にスキルの修正が入りましたので、こちらをね皆さんにお伝えしながら私が思うことを喋っていこうかなと思います。今回ね、なんと0時00分にですね、12月27日の、まあ、コナミからのクリスマスプレゼント、遅めのクリスマスプレゼントが、やってきまして、スキルの変更がありましたということですね。で、1月の24日にはスキル変更の、説明文が変わりますよと。1月の17日から19日頃に公開予定のアプリバージョンによって、なんか新しいスキルになりますよみたいな感じになってるんですよね。はい。1個言いたいのは、ちょっとなんか、ドッキリみたいな感じで、0時に実装するのやめてくれる？なんか、びっくりするから、0時は、意味わかんない。さすがに、もう寝るじゃん、みんな。みんな寝るでしょ、0時は。意味わかんない、あれかな、コナミはもしかしたら、この27日が仕事納めかなんかなんですかね。よくわかんないですけど、せめてなんか朝9時とかにしない？意味わかんない時間にさ、スキル変更するのやめてくれる？で、一旦これまで全部見ていくんですけども、今回ね全部で何個だ、1、2、3、4、5、6、7、8個のスキルが修正になりまして、まあ一個一個見ていくんですけれども、まず強化されますよみたいなやつが4つで、文章間違ってましたみたいな文章間違ってましたみたいなやつが1個で、なんか見にくかったですいませんみたいなやつが1個で、狩場下方修正するらしいです。はい、下方修正しますって書いてありますけど、これ後でやりますけど、下方修正でも何でもありません。はい、で、契約手形の先延ばしは下方修正がします。はい、これね、当然すぎる。あまりにも当然、この手形の先延ばしは。で、一個一個見ていくんですけども、まず強化されるスキルからですね。レッドアイズルーレット、まあ、どういう風になるかっていうと、あ、これ一個その前に言いたことあって、コナミに。ちょ、聞いて、コナミ。マジで。あのさ、こういう、なんかお知らせの文章を作ってるやつに毎回言いたいんだけど、その、変更後のスキル見せないけど、変更前のスキル普通載せない、ここに。なんかさ、めちゃくちゃ見にくいんだよね。これ、俺がもしこれ、この文章を作ってるやつの上司だったら、速攻 NG 出すわ。見にくすぎる。変更前のものを、まあ、載せて、どういう風に変更になりましたっていう風に分かるようにするのがお知らせだと思うんだね。なんか変更後のやつだけぶん投げて、あとは自分たちで見ろみたいな。これマジで見にくくない？マジで見にくいと思うわ。俺が、何回も言うけど、俺がこの文章考えてるやつの上司だったら絶対 NG 出すね。一瞬で。はい。ってことだって言っとくわ。で、レッドアイズルーレットが一応強化されるんですけど、どういう風になってかっていうと、まあちょっと左側か右側になんかちょっと急テキストみたいなやつ載せとくけど、ターン制限がなくなりました。レッドアイズカードがどうたらこうたらとか、レッドアイズモンスターがどうたらこうたらみたいな、まあ、この辺の、まあ、文章は変わんないんですけど、このスキル、なんと、もともとはですね、4ターン目以降にしか発動できないっていう、クソみたいなスキルだったんですよ。これも、なんで4ターン目以降なんてアホじゃないのかって、なんか散々から動画で言ってきたんですけど、なんかここに来てやっと修正っていうね、元からそうしとけって何回も言ってんだよな。ああ、これに関しては何をビビってんの、レッドアイズにっていう、まあ、そういうこと。まあ、これ最初からこの文章で良かったと思ってます。はい、まあ、これは強くなりましたね。はい、普通に使いやすくなったんで、まあ、レッドアイズ結構強くなったんじゃないかなと。安定感がちょっと出るんでね。はい、っていう感じです。で、儀式の使い手挑戦士はどういう風に変わったかっていうと、これは2ターン目以降に使用できるっていう文章が消えませんでした。ここ消せや。一個言うけどさ、ここ消せや、マジで。先行1ハンデスできるのは、まあもちろん強いとは思うんだけどね。ちなみに先行で使えたら。それはそれで強いと思うけど、そんくらい別によくねえもん、このインフレ進んでる環境で。なんか、レビオニアとかの1ハンデスとそんな変わんねえ気するんだけど。なんか、どうなんだろうね、その辺ね。で、挑戦士が2ターン目以降に使用できるっていう文章は、まあ、ギリ許しましょう。ギリ許しましょう。一応先行ハンデスが警戒されてるっていうことで。で、まあ、この手札の儀式モンスターがどうたらこうたらみたいなところは変わってなくて、変わったらどこかっていうと、このメインフェーズの間にモンスターの効果を、一度しか使用できない、発動できないよっていうところ、まずね。これバトルフェーズも発動できなかったんですよ、もともとは。バトルフェーズも発動できないと、そもそもカオスソルジャーのギミックを否定してるんで、一度しか発動できないと。要は、パーフェクトカオスソルジャー
って、あの宵闇と怪物を巻き込んで挑戦者を出すことなんですけど、あれすると、なんか1枚判別して相手のモンスターを除外して、で、相手のモンスターを殴ったらもう1回攻撃できるよっていうめっちゃ強い挑戦者が出せるよっていうのが、パーフェクトカオストージャーっていうデッキだったんですけども、まあ、これが、そのメインフェーズとバトルフェーズの間にモンスターの効果が一度しか発動できないっていうテキストによって、否定されてたんですよ、今までは。これが一応バトルフェーズは効果発動できるようになるんで、例えば怪物の効果とか、1回相手のモンスターを破壊したらもう1回攻撃できるよみたいなとか、あとバーンダメージ、挑戦士の。あれが発動できるようになりました。これはね、あまりにも当然ですね。これはもともと作ってたやつがマジで頭悪いと思います。シンプルに。あの、使ったことねえやつが、挑戦士カオストージャーを使ったことねえやつが考えてるんで、完全に。エアップで作っちゃってるんで、このスキル。今、当然すぎる結果だと思ってます。で、儀式のこの、なんかどちらこちらとか、この辺の制限、何枚入れなきゃいけないみたいな。これも、ちょっとだけ緩和されてまして、6種類以上かつ9枚以上あったんですよ。すげえ辛くて。なんかデッキの中ほとんどカオストージャーモンスターみたいな感じになっちゃうんで、まあ、これねだいぶ強くなりましたね。はい、まあ、かなり使いやすくなったと思うんで、挑戦者のカオストージャー自体が。なんで、まあ、このスキルはかなり採用圏内に入ってくるんじゃないかなと。もうちょっとあのデッキの中のモンスターも結構絞って、あの安定感が出せると思うんで、結構強くなりますね、このデッキは。はい、環境にいけるかどうかって言われるとちょっとあれだけど、まあ、KC カップであれば簡単に突破できるレベルの、あのデッキになってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で次、悪を支配する力。悪を支配する力に関してはどういう風なあの変更が入ったかっていうと、メインデッキになんかいろいろ書いてあるんだけど、簡単に説明すると、メインデッキに、ビジョンヒーローとかディスティニーヒーローが入んなくなりました。今までは、一応ね D と V は入れることができて、なんだなんかファリスとかああいうの入れられたんですけど、あれが入れられなくなりました。で、逆にちょっとかませたところもあって、イーブルヒーローがなんか5枚以上でよくて、今まではね、なんかダークフュージョンとダークコーリングとか、なんか全部含めて10枚以上入ってないといけないよみたいな感じだったんですけども、ここがイーブルヒーローは5枚以上存在していて、でさらに、エレメンタルヒーロー、または、イーブルヒーローが以外のモンスターが存在しないっていう、まあ、ちょっとね、あの縛りが緩くなった。これ何が強くなったかっていうと、汎用の魔法トラップカードがちょっと多めに詰めるようになるんですよ。あの例えば、まあ月の書とか、まあ、サイクロンとか、まあ、あのブレイクスルースキルとか、まあ、そういう汎用系の魔法トラップカードで、自分のモンスターを強化したり守ったりすることができるようになるんで、まあ、これは強くなったと思いますね。で、メインデッキだけじゃなくて、あ、ちなみに相変わらずあのヒーローモンスター以外は入れることはできません。あの DV は入れられないし、イービルとエレメンタルしか入んないよみたいな感じになりますね。はい、でエクストラデッキもちょっとだけ緩くなりまして、イーブルヒーローモンスターが5枚以上で、イーブルヒーローモンスター以外の融合モンスターが存在しないよっていう感じの縛りになったんですけど、あの元々はイーブルヒーローしか入んなかったんですよ、エクストラデッキに。これが一応エクシーズモンスターとかシンクロモンスターを入れることができるようには一応なりました。まあ、とにかくエクシーズモンスターがでかいですね。ランク4、まあ、やっぱデッドリーシーンとか、あとエクスカリバーとか、ああいうなんか戦士力2体作れたりとかいうモンスター、例えばなんだ、ソリッドエア、ソリッドマンとエアーマンでなんかその1枚サーチしながらエクスカリバーとか、ああいうモンスターを出したりっていうことができるようになったんで、まあ、ちょっと汎用的なあのモンスターが増えますね、エクストラデッキ。ただね、あの基本的にこの強化の方法は正直間違ってると思ってて、あの汎用モンスターで勝つシーンが多分多くなるんですよ、そうなってくると。例えばデッドリーシーンとかでエクスカリバーとかで勝つシーンが多くなってくると思うんですけど、それって皆さんキャラクターゲーを公言しているデュエルリンクスにおいて、あのキャラゲーだと思います？なんかそのデッドリーシーン、ヒーローからデッドリーシーン出して勝つとか、エクスカリバー出して勝つとかって、それってイーヴィルヒーローデッキですかね？俺はイーヴィルヒーローデッキじゃないと思うんだよね、それは。なんかね、そのキャラゲーを公言してるんだったら、もっとキャラクターに寄せるべきだと思うし、強化するカードを。例えば、その初手で覇王城が晴れるとかね、まあ、そういうスキルで良かったんじゃないかなと。スキルっていうか、そういう修正で良かったんじゃないかなと思いますね。縛りはちょっと緩くして、で覇王城発動できるよみたいな感じのスキルにしといたら良かったんじゃないかなと思いますけどね。はい、正直。そしたらネクロフュージョンとかでもなんか融合できるようになるし、なんかダークコーリングがなくてもいけるようになるし、結構良かったんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、修正方法がちょっと下手くそかなとは思いました、このスキルは。はい、次いきます。で、懺悔の用意はできているか。これに関しては、
ワンチャン結構強そうだなと思ってて、これどういう風なスキルだったかっていうと、もともとは自分のフィールド上のナンバーズモンスター以外のギャラクシーエクシーズモンスターの打点が1000アップできるよみたいな効果だったんですよ。だから、ギャラクシーアイズエクシーズモンスターってリンクスだとマジでネオギャラクシーアイズくらいしかいなかったと思うんで、現状なんで、これがギャラクシーアイズモンスターになったんですよね。モンスターに当たってことはギャラクシーアイズフォトンドラゴンとかの打点をアップさせることができるということですね。まあ、つまりですね、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンの打点が4000になれるんで、ワンチャン強いです。はい、例えば破滅のフォトンストリームをぶち込んで相手のモンスターを除去してから、まあ、4000ダイレクトができるんで、これはワンチャン強いと思います、このスキルは。はい、結構なんかスピードデュエルであるリンクスには合ってるスキルなんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。1000アップちょっとだけなっていう感じはしますけど。はい、で、次セットデルタアクセル、これに関しては文章が変わっただけなんですよ。なんかね、くっそいっぱい文字書いてあるんだけど、手札の TG カードって書いてあったのを、分かりやすく手札の TG モンスターに変えますよっていう、まあ、そういう修正です。結局何にもこれは変わりません、何にも修正されません。文字だけ変わるだけ。これは日本語が下手くそすぎ、コナミが。まあ、これはいつものことか。で、次、テレパシー能力、これもスキルテキストに変更はありませんと。これテレパシー能力どういうね、仕様だったかっていうと、これちょっと画像を載せとくんですけど、このテレパシー能力をもともと使うとこんな感じの映像になっちゃうんですよ。なんかこのターン1とかメインフェーズみたいな文字めっちゃ邪魔っていう、めちゃくちゃ邪魔っていう、これがなくなりますっていう感じらしいです。はい、それだけ、それだけなんですよ。で、ちなみにもともとそうだったんですけど、今でもそうなんですけど、このカードをね、ポチッと押してもね、詳細見れないんですよ。詳細は見ることはできません、相手の手札を。これ見れるようにした方がよくね、相手のカードが何なのか絵柄だけで判断しろっていうことなんですよ。つまり、まあ一応ね、それがテレパシー能力だって言われたらそれまでなんだけど、そうは言ってもさ、一応さ、対人戦で使うスキルなんで、カードの、まあ、テキストが分かんないって意味ないと思うんですよね。分かんないカードを使用されたら、それはそれでテレパシー使ったことで何も分かんないみたいな、なんか意味わかんないこと起きるんで、こんななんか見にくいとかじゃなくて、シンプルにクリックしたところで見れるようにするべきだと思う。うん、はい、次、これハーピーの狩り場、これはね、まあ、元々はめちゃくちゃ最強スキルで、ハーピーの狩り場がなんか発動した状態でデュエル開始するっていうやべえスキルだったんですけども、これが下方修正されますよみたいなこと書いてあるんですけど、一応結論から申し上げれば、別にね、下方修正でも何でもねえわ。考えたけど、いろいろ、一応どういう風に修正されるかっていうと、自分の最初のターンのメインフェーズ開始時、手札を1枚デッキに戻して、デッキからハーピーの狩り場1枚をフィールドゾーンに置くと。で、自分のフィールド上にフィールド魔法が存在している場合、そのカードは墓地に置くっていう感じになってるんですけども、結局これなんか弱体化してないと思うんだよ。もちろん弱くはなってる、ちょっと手札を1枚減らして、手札1枚戻して、狩り場を発動するっていうのと、あと、デッキから発動するっていうことは、狩り場を入れないといけないんで、デッキの中に。だから狩り場なしで狩り場張るっていうことはできなくはなったんですけど、たださ、これさ、メリットとデメリットがあって、もちろんデメリットは手札が1枚減るっていうこと、あれですよね、デッキの中にハーピーの狩り場を入れなければならないっていうことなんですけども、メリットはまず先行で割られないです。先行で発動しないんで、これ先行で割られない。例えばガイアとか、竜騎士ガイアデッキとかって、カースオブドラゴンの効果で狩り場割ったりできたんですよね、今までは先行で。これができなくなるんですよ、逆に。だからガイアとか相手だとなんか逆に強くなってるみたいなところもあるんですよね。なんなら先行で割れないから、だから相性微妙にちょっと変わるかなっていう感じはしてるのと、あとなんか何でも戻しちゃうから、結局これ手札を1枚何でも戻しちゃうから、なんか引きたくないカード戻せんだよ。そのデッキからサーチするようなカード、例えばハーピーワンとか、ああいうの戻せるし、まあ後でパフィーまでサーチするような、なんかそのハーピーの羽休めとか、ああいうカード戻せるしね。なんか修正方法正直間違ってるような気はするし、これ結局変わってないんですよ、高校で狩り場を発動できるっていうこと自体が。狩り場を高校で発動できるっていうことは、結局例えばペンデラムデッキとか、まあ僕最近ペンデラムデッキ結構好きでずっと使ってるんですけど、ペンデラムデッキってめっちゃ少ないよ、狩り場が。その狩り場発動されて、なんかそのペンデラムスケールと、なんかその天空の交差とかバンバン割られるから、なんかその返しのターンで返せないんですよ、もう。
あのカリバ発動でカリバからバンバン暴れられて、これが結局なくならないんですよ。カリバがなくならないから安定感が、だってさ初手で発動できるんだよこれ。結局ハーピーのカリバ発動できるのは確定しているってことは、結局ペンデラムスケールを割られるのよ。意味なくね。ちょ、コナミに一個言いたいのは、そのペンデラムを売りたいのか売りたくないのかどっちなのっていう。いや売りたいんだったらもうカリバなんてもうなんか一方的に処さなダメだよ絶対に。だってカリバ発動されてたらペンデラムできないんだから、開始のターンで。そういうこと。まあ修正するんだったらだけど、戻すカードの制限が緩すぎるんで、まあ、せめてハーピーモンスターにするとか、ハーピーモンスターを戻してとかにするとか、もしくはもうライフ制限かけちゃう、例えば1500減った後とかにしちゃうとか、まあ、そういう風に修正するべきだと思う。このスキルの修正ではね、ハーピーね正直変ないと思うね。環境に今正直大会とか非公式大会とかやると、なんかハーピーなんか4割くらいいるらしいんですよ。 40% ぐらいいるらしいんですけど、いなくなんないと思うね俺は個人的に。マジで修正下手だわ。ちょ、一個言いたいのは、こういうスキル修正とかなんかそのスキル考えるときに、あの呼んで、あのまあただで行くわ、もうなんならあの無料で行くわ、無料で提供します。はい、なんで考えさせてください我々にっていうことだけ言っとくわ。俺が考えるスキルで、契約手形の先延ばし、これに関してなんですけれども、これに関してはですね、妥当です。最後だけ妥当っていう感じなんですけども、あのこの契約手形の先延ばし、自分のフィード上に契約書カードが1枚以上存在している場合に、どちらかこちらみたいなスタンバイフェーズスキップみたいなことは、まあ、できるんですけど、まだ、このスキルはデュエル中に一度のミッションできる、まあ、要は毎ターン発動することはできなくなりましたと、いうことですね。変更点、あのね、当然すぎ、当たり前すぎ、あまりにも当たり前。なんか一個言いたいのは、なんで最初からこうできないのっていう。毎回さ、コナミってさ、ターン1制限とかデュエル中一度制限忘れんのよ、スキルとかカードを実装するのに。なんで忘れちゃうの。そのなんかさ、ある程度考えたら分かんないから、こういうスキルがやばいっていうことが。まあ、ちょ、一個言いたいのは、あの悪用してごめんなさいっていう。死ぬほど悪用してきたんで、僕はこのスキルを死ぬほど悪用した動画出してきたんで、ごめんなさいっていうのは言っとくよ、一応ね。ただそごめんなさい言う前に、このスキル考えたあんた方も悪いよ。せめてさ、デュエル中に一度はね、最初からつけとこう。コナミに最後言いたいのは、単位制限とデュエル中一度は必ずつけるように、これからは。それだけ学習頼むわ。はい、というわけで、今回のスキル変更の履歴というか、スキル変更の内容は以上でございます。はい、皆さんもぜひどう思ったかコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。